こんばんは。転生したらスライムだったけんみむる役の岡崎美穂です。はい、この番組では毎週転スラの情報やキャストによるトークなどをお届けしていきます。前回に引き続き、今回もこの方に来ていただいております。はい、こんばんは。ラファエル役の豊口めぐみです。よろしくお願いします。早速ちょっと ね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、今回はですね、こんな企画をやっていきたいと思います。題して、豊口めぐみさんと振り返る大賢者&ラファエル名場面集。イエーイ、よいしょ。ありがとうございます。あのラファエルさんについて特に気になった場面を番組の方でいくつかセレクトしていただいたそうなので、はい、ちょっとこちらを見つつね、めぐみさんにお話を伺っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではラファエル名場面集ご覧ください。どうぞ。これは皆さんわかりますかね、うん、第1話ですね。最初だ。初登場シーンです。三上悟に大賢者が宿る、異世界に来てからの会話で本当に大賢者として生まれたっていうんですかね、記念すべき、はい、瞬間です。おぎゃーの瞬間です。次はこちらのシーンです。どうぞ。35話の中盤です。リ、うん、ムルが魔王に進化するシーンということでございますよ。かっこよかったな、ね、さあ次はですね、はい、こっち同じく35話終盤ですね、はい、はい、これがリムルの体を使って仲間たちを蘇らせるシーンですね、はい、はい、そして次はこちら36話、はい、流暢に喋れるようになったシーンです、はい、そしてまたちょっと飛びますがこちらのシーンです。わかるかな、はい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 、46話です、はい、リムルの発言に怒るシーンです。うん、次はこちら、笑ってます。おろおろ、はい、47話、誤解が解けてリムルが謝るシーン、すいませんでしたそして次はこちら、はい、56話です。日向との戦いで習得したての未来攻撃予測を使用するシーン、はい、ということですけれども、めちゃめちゃ喋った第1話ですよね。はい、そうなんですよ。しかも難しい難しい説明をね、毎度毎度でしたけれども、まあ1話と、まあ、その次に出てくる35話、だいぶ結構飛びますもんね。そうそうそう、このあたりが結構やっぱり説明としては結構喋ったシーンかな。うそう、だから1話はその、世界の言葉と大賢者が出てて、はい、35話は、世界の言葉と大賢者とラファエルが出てる感じ。言葉にすると難しくなってくるって感じでしたけれども、はい、どうですか、特にこう名場面いっぱいありますけど、めぐみさん的に、はい、あ、ここ印象深いみたいな。うん、そうだな、やっぱり35かな。35話、うん、35話は特にいっぱい喋ってたっていうのもあるし、はい、ま、世界の言葉って台本にちゃんと書いてあったのが実はここだったんですよね。あ、そう、実は1話は大賢者というままで書いてあったんで。なるほど。そう、私はちゃんと分かってなかったんですけど、一番最初に喋ってるのは世界の言葉で、その後、まあ、大賢者となってから大賢者が出てきてるから、うん、実は別々なんだけれども、はい、自分の認識としてはちゃんと喋り始めた、世界の言葉として喋り始めたのは、はい、35話だったんで。そっか、台本上の表記で。そう、表記が違ったんだよね。そうで、今ここは特にラファエルが出てくるシーンでもあったんで、ちょっと一番大変だったなっていうふうには思ってます。特にあの 人に当てるっていうのが初めてだったんですよ、転スラにおいて。いやそうだから口パクちょっとなんかないから、はい、なんか全然大丈夫だな。このグラフィックで見せていくっていう感じですもんね。そうなんですけれども、ちゃんと一応口パクに合わせなければいけないですし、はい、皆さんには申し訳ないですけれども、いやでもあのビジュアル大好きなので、ね、あの目がちょっと独特の憂いを帯びてるじゃないですか、ね、そうそうそう、そうなんですよ。あとなんかその56話で、まあ、日向との戦いのところで喋ってるとことかは、今までのラファエルとちょっとなんか違ったのかなって。確かに前に出てきてくださった感が結構大きかったか、意志の力みたいな、そうそうそう、今までとはちょっと違うのはあったかなっていう気がしていて、進化が止まらぬですね、ラファエルさん。そうですね、そう、成長というよりは進化っていう感じだよね。進化ですね、スキルの進化が、そうそうそう、なんですよ。いいですね、はい、じゃあちょっと今後もね、ラファエルさんの名場面に期待していきたいと思います。はい、そうなんです。はい、というわけでめぐみさんには次回もね、引き続きお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。 BS11 では現在テンスラ第3期が放送中です。土曜夜10時から放送中なので、ぜひチェックしてみてください。そしてテンスラ第3期のブルーレイ第1巻とテンスラテンスライブのブルーレイが7月24日に発売されます。詳細は公式ホームページや SNS などをチェックしてみてください。ということで、それではまた来週、リムル役の岡崎美穂とラファエル役の豊口めぐみでした。バイバーイ。
生したらスライムだった件に無理役の岡崎美穂です。はい、天スラ情報局 PS11 支部第10回も、前回に引き続きこの方と共にお送りしてまいりました。はい、ラファエル役の豊口めぐみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、名場面とかもね振り返れてすごく充実した、はいはい、もうあっという間でしたね。5分ぐらいだったんですけれども、あっという間でございましたけれども、はい、今回のおまけパートなんですけど、はい、なんとこちらに素敵なテンスラグッズが溢れております。かわいい。ということで、はい、この企画をやってみたいと思います。はい、テンスラグッズアピール対決。よいしょ。はい、そうなんです、はい、あのこちらにありますね、さまざまなテンスラグッズの中からそれぞれこいつだっていう一つを選んで、はい、視聴者の皆様に魅力が伝わるようにアピールを対決でやっていこうという感じなんですよ、はい、前回前野さんもやったという話は、そうなんです、前野さんと、はい、ました。あの結構なんて言うんだろう、いろんなことが起こったんですけど、そうですか、なんかすごそうだね、想像するに前野さん の、はい、あのアピールがすごすぎて私は敗北してしまったんですけれども、ね、はい、あのま、スタッフの方に今回はね判決をしていただこうと思います、はい、ドキドキしております。そうですよね、はい、ちょっと緊張感が苦手です。苦手、正直苦手です。こういうの、いやでもめぐみさんらしくね、はい、こう愛を伝えていただければ、ね、はい、いいのかなって思うんですけれども、はい、じゃあ始めていきたいと思いますが、はい、まずじゃあ先行高校決めたいんですけど、はい、一応経験者、あ、経験者、一応経験者なので、一応経験者だから、ちょっと、はい、先行じゃあ先にやらせていただいて、わかりました、あ、じゃあそれで、あ、こんな風にやればいいんだなっていう風に、こんな感じで大丈夫かみたいな、わかりました、はい、感じでいいかなと思います。わかりました。じゃあそうっすね、リムルかな。あ、それですか、はい、はい、こちらの、商品を私はアピールしてまいりたいと思います、はいはい、では、はい、無計画ですがいつでもどうぞ、はい、では岡崎美穂的アピールどうぞ。はい、こちらの商品ですが、転生したらスライムだったけん寝そべりリムルのもちもちクッションになります。めっちゃ早口だ。もうめちゃくちゃもちもちしてるんですよ。あとね、はい、なんといってもね、お尻、あ、見てください、この寝そべりだから見えるこのリムルのお尻が堪能、かわいい、かわいい、足プラプラ、そうなんです、足もプラプラで掴むとムギュムギュって感じなんですけれども、ね、いいね、前回もね、私ぬいぐるみマニアということでもちもちリムル紹介させてもらったんですけど、はい、もちもちつながり、今回ただもちもちなだけじゃなくて一緒に寝れる、はい、もういい感じの抱っこサイズ感、もう生きてるんです。あ、見てください、一緒に寝れますよ、リムルと、まるで子供のような、そうなんです、あ、すくすく育ってというような小姉妹もできるということで、はい、ぜひぜひね、あの昼だけじゃ飽き足らず夜もリムルと一緒にいたいという方はぜひこちらの転生したらスライムだったけん寝そべりリムルのもちもちクッションお手元にいかがでしょうか。はい、なるほど、すごいですね、あのいまいち正解が分かってないですし、すごいです、先輩やめてください、先輩マジっすか、そんなうまくできる自信がないんですけど、なんか圧で畳みかけるみたいな、あ、そうですね、すごい早口でしたもんね、はい、でもこれはあの岡崎美穂的なので、あ、はい、あのもうあくまでこうめぐみさんが私的にどうですか、できそうな商品ありますか。そうですね、じゃあ寒がりの私はこちらで、こちらの商品を、はい、お互いリムル様についてるという仲間という意味で、確かに、はい、パートナー的、ある意味、そうですね、ある意味仲間ですね、私の、どうですか、もうやる気は、はい、全然今完全ノープランですでもノープランで始めた方がやりやすいかもですよ、そうですか、はい、じゃあちょっとこちらで、はい、行ってみたいと思います。もういけそうですか。いや、もうノープランなんで、もういつでもいいです。あ、じゃあもう言わせていただきますね、はい、それでは豊口めぐみ的グッズ PR です、はい、どうぞ。はい、さあこちらですよ皆さん、これはですねモフモフランガのファイブウェイなりきりブランケットということで、なんとファイブウェイです。まず多分これが1ウェイということでよろしいですか一つ目はこれを枕にすることができます。さあそしてこれを開きましょうか。開くと、うわー、なんとあったかい。あら、これを肩にかけると、いいんですか、あったかいですね。似合うよ。これで肩があったかいということで2です。そして、まあ、ここからだとちょっと見えないかもしれませんが、これを膝にかけます。あら、そうするとランガと目が合います。やだ、キュン。3です。3きたぞ、はい、そしてなんと
これを肩にかけます。あら、かけて、そしてこれを、はい、これをこれをこれをまさか、まさかそんなあれかぶると声が小林くんになります。いやー、なんだこれ声が小林くんになることができます。今私は小林くんにはなれませんが皆さんはきっと小林くんの声に CV 小林になります。すごすぎる。そして最後の一つは何でしょう。それはあなたが見つけてください。嘘でしょ。以上です。わあ、わかんない。5つ目なんだろう。5つ目バイブウェイなんと、ええ、リムルもいるよかな、もしかしたら。あ、そういうこと。そういうことかな。な、眺めるまず眺めてみるみたいな自分で調べてください。自分でね、はい、あなただけのウェイが見つかる。あなただけのウェイが見つかります。あの、楽しすぎてすっごい邪魔なチャチャをいっぱい入れちゃいました。なんとウェイウェイみたい。ここに今ポッケがある。え、今気づいた。何を入れる。え、ポッケだよね。え、ポッケがあるよ。あ、収納のカイロとか入れるんじゃない。くそ、首元あったかいみたいな。合ってる。あ、あ、ほら、あった。見つけちゃった。ファイブウェイです。ファイブウェイでした、はい、ということです。楽しかった。なんか一緒にウェイを見つけられてなんか怒涛の畳みかけがなくて、ここに何も書いてない。ファイブウェイとしか書いてないからさ、とりあえず5つあるよっていう情報、とりあえず5つありましたという情報でしたでもやっぱ個性が出ますが、はい、出ましたね。もう行き当たりばったりでやりました。最高でしたけども、まあ、一応対決ということで、はい、そうですね、スタッフさんにどちらが良かったか判定、はい、いいですか。はい、じゃあお願いします。引き分け、通販番組っぽい。え、どういうこと。褒められてるの、怒られてる、けなされてるの。なんかちょっとなんか けなされてる気がする。けなされてるよね。ぽい、しっかりなんかね、なんか投げられた。そうだよね。なんかぽいとかじゃなくて、通販番組っぽくやるんじゃねえよっていうことですよね。通販番組っていいじゃないですか。もっと面白くしろよみたいな。なんですか、こっちとら真面目に商品名から。ならんよ、不満が止まらぬ。ちょっと前野さんのを見て研究したいと思います、ね、前野さんのはあんまり研究にならない。本当そうなの。ただベルドラが喋ってました。そうなんだ。そうなんです。声優さんのスキル盛りだくさんみたいな感じで。あ、なるほどね。そうかそうか、まあ、いろんなやり方がありますね。でも我々素晴らしかったということでいいと思います。いやいやいや、まあ、でも商品はね本当にいい商品なんで、ね、ぜひ皆さんお手元に取っていただきたいなと思いますけれども、こちらねちょっと紹介しなかったやつ。こちらがですね、メガアクスタとパカパカアクリルスタンドということで、はいはい、こんなでっかいのあるのっていう。メガアクスタでかいし、ベニマルの幅が特にすごい。すごいよ ね。でも迫力があって今までなかったような ね存在感ですし、パカパカね、これすごい可愛いんだよ。パカパカ やってやって、ね、これ何だ、え、誰、え、リムルじゃん。リムルじゃん。これはリムルなんですよ。リムルじゃん、リムルじゃんだよね。リムルちゃんなんですけど、でもね、これも全8種あるということで、ね、ぜひぜひお気に入りのパカパカを見つけてほしいんですが、はい、こちら転生したらスライムだったけん、ポップアップショップ大好きハートリムル様、あのぜひねこちらのポップアップショップにて皆さん、はい、あのお迎えいただければと思います ね。ちょっといろいろこれが気になった、あれが気になった、あると思いますので、え、詳しくは公式ホームページをチェックしてみてくださいね。はい、ということで、天スラ情報局 BS11 支部は日曜深夜1時35分から放送中です。第11回は6月16日放送となりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、また BS11 公式 YouTube にて月曜夜9時からおまけパート付きで配信しております、こちらも見ていただけますと嬉しいです、そして7月24日には天スラのブルーレイも発売されます。まずはこちら、転生したらスライムだった現代3期ブルーレイ第1巻、特装限定版には特典が満載です、そしてもう一つ、天スラ天スライブのブルーレイです、こちらもですね、特装限定版にはいろんな特典がついておりますので、ブルーレイに関する詳しい情報は公式ホームページや SNS などをチェックしてみてください、ということでグッズについて、たくさん PR していきました、はい、次回もよろしくお願いいたします。リムル役の岡崎美穂とラファエル役の豊口めぐみでした。バイバーイ。